見えてなくとも感じ取るくらいはできるんだな。まちょっとしたお遊び、袖触れ合うも多少の縁、こいつをすり取ったどころか街で俺とすれ違ったことすら気づかなかった。念も知らない見習いに俺が倒せるかな。試してみるかい。お前にはまだ足りねえんだ。私には一人で戦い抜ける力がいる。ついてきな。教えてやる。本当の試験はこれからだ。持ってたとこなんだ。怪我はもういいのか。全治4ヶ月の怪我をたった1ヶ月で完治させやがった。何か用があったんじゃないの。おう、ただのチケットじゃないぜ。200回クラスの選手ってことで優先権が取れたんだ。で、いろいろ情報を集めてきた。11戦して8勝3敗6 KO、 KO イコール死人の数なんだってよ。その3敗は不戦敗だってさ。戦闘準備期間がなくなったから登録だけして試合には来なかったらしい。その上、相手に取られたポイントはわずか4ポイント。ダウン1回、クリーンヒット3回のみ。参ったな。で、対戦相手はカストロってんだけど、しかもこのダウンを3ポイントがこいつからなんだ。どうやらお互い申し合わせて戦闘日を指定したらしい。本気の密かが見られるかもよ。大丈夫に決まってるだろ。ただ試合を見るだけなんだから。試合観戦も念を調べる行為に相当します。はい、もう大丈夫です。なんという回復力だ。私がゴン君に言い渡した期間は2ヶ月です。君はあと1ヶ月、天のみの修行と万全の回復に専念しなさい。試合は録画しとくとして、俺だけでも見てくるか。天のみを毎日行っているようだ。彼らもそれは静寂の大河を彷彿とさせる。本日は天空闘技場から注目のカードカストロ対ヒソカ戦をお送りいたします。会場はすでに超満員となった。誓いの糸です。これを見て常に約束を忘れぬように。2年前に行われた同一カードではひそか選手が勝利。8勝3敗ですが、負けはいずれも肩や戦績9勝1敗。ひそか選手に敗れて以来9連勝でフロアマスターに応じ、勝算がないなら戦いません。2年前とは別人だってところをお見せします。その自信が本物かどうか確かめてやるぜ。何？いた。私に何か用かい？何？こいつは確かにあの椅子に座ってた。俺がドアから目を離したのは。いや、サインもらおうと思ってさ。キルア君、同じ200回クラスのライバルくらいチェックしてるよ。全部バレバレなのね。ちょっとあんたを近くで見たかっただけさ。相当やるね。キルア君の絶もなかなか見事だ。君ほどの使い手の気配が急に消えたら私でなくても警戒するよ。さっきの一体どうやったの。いずれ君と戦うかもしれないしね。俺これ以上ここで戦う気ないから。君のオーラはそうは言ってないけど、バトルオリンピアで待っているよ。戦う気ねっつーの。あー、いよいよです。感謝するよ、ひそか。私はここまで強くはなれない。お前に敗れた後の休戦、一度として全力で戦ったことはない。なんだ今の。素早い死闘の攻撃を避けられず、即選手先制ポイントを奪われました。2年前の私とは違う。次は容赦しない。では早めに決断することだ。どうした？逃げるばかりで攻撃してこないのか？カストロ選手の一方的な攻めが続きまみとはこれで4対0。まだ気は変わらぬか。いっそこのまま何も下せぬまま。いや、やれるか。気のせいかな。それは表現が正しく、目の前にいて僕に蹴りをくれたはずの君、一瞬にして背後にいた。何か基本的なものを見落としている感じかな。次で腕をいただくぞ。まだもったいぶるなら、その程度の使い手だったと思うまでだ。やられちまうぞ。行くぞ。あげるよ。こちらにしても腕はもらった。こっちのな。ひそかの腕が。全てが自分の思い通りになると思うなよ。ふざけ。これはおそらく相当なダメージです。なるほど、君の能力の正体はダブル。ダブル？どういう意味だ。
やっぱりあれは錯覚じゃなかったんだ。これはどういうことでしょうか。まさか双子だったとか。ドッペルゲンガーすか。ダブルと呼ばれる、いわばもう一人の自分のこと。よくわかんないっす。これは本人のダブルが消滅すると収まると言われている。でもカストロさんは疲労どころかめちゃめちゃ強いっす。君の忠告通り、逃げずに目を凝らして見てみたい。ではなぜさっきはその表現に違和感を感じた。気配は変わらず僕のそばにあり、増えたような気がしたから。そこに気がつくとは大したものだ。私は念によってダブルを作り出すことに成功。お前が反応する瞬間にダブルを消し、本体の私が攻撃する。ありゃ相当の使い手でも戦闘中にカラクリを見破るのは困難だぜ。ダブルはただのまやかしではなく、消えるまではそこに実在するもう一人の私、つまりお前は二人の私を相手にしなければならない。これが念によって完成した真の孤高剣、名付けて孤高神剣。次は左腕をいただく。それでもまだくだらの余裕を見せていたいか。ちょっとやる気出てきたかな。おやおや、ひそか選手がスカーフで右腕を覆い隠した。おっと、なんと右腕が消えてトランプが宙に舞う。1から13までのカード、まずこの中から好きな数を選んで頭に思い浮かべて、思い浮かべたらその数に4を足して、そこから6を引き2で割った後、最初に頭に思い浮かべた数を引くと、僕にはその答えがあらかじめ分かっている。その数字は1だ。まさに狂気、悪魔の手品です。なんなんだあいつのあの余裕は。草加選手の異常性、ここに極まれに。二度とふざけた真似ができぬよ。さっきから言ってるだろう、あげるって。なんと、ひそか選手、残った左腕も手で献上。やはりダブルの方で攻撃してきたか。もし本体で攻撃してきカウンターをくれてやろうと思ったのに。切られたはずの右腕が元に戻っている。さてどんな仕掛けでしょう。しかし一体どんな念能力を。手品の基本だ。君のダブルを作る力は素晴らしい。だがもうね、そこからどんな攻撃が来るかも大方想像がつく。君は才能にあふれた使い手になる。君は踊り狂って死ぬ。黙れ！ダブルって通常の自分をイメージ。そんなことも知らなかったのか。一体目の前で何が起こっているのか。無理無理、完璧に下顎に引き、しばらく自分の意思では動けない。何、一体どうやって攻撃を。ダブルは出せないよ。念によってダブルを作り出、高い集中力が必要。正常な状態だからこそ、しかも自由に動かしたりするのはその力を覚えてしまう。逆に他の力を使えなくなって、それをメモリが足りなくなると表現している。ストロ選手勝てません。お疲れ。さっさと傷見せて。前から思ってたんだけど、今日の試合見ててはっきりしたよ。わざわざこんな無茶な戦い方してさ、私は儲かるからいいんだけど。それじゃ止血からね。おいおい、もう少し優しくしてよ。いい、オーラ消して。まずは左手から行くよ。念子縫合、血管、骨、神経、筋肉、ほぼ 100% つなげたよ。今度は自分で持ってて。間近で君の念子縫合を見たいがために、ちゃんと君の口座に振り込んでおくよ。あっそう、あんたのバンジーガムとドッキリテクスチャー使えば。戦闘中に自力で元に戻したっぽいもんね。ただのスカーフ。バンジーガムで腕に貼り付け、ドッキリテクスチャーで肌を再現。バンジーガム、素早く縮み、至るところに貼り付けることができ、好きな時に剥がすことができ。そんな情報いらないんだけど。ドッキリテクスチャー、自分のオーラにイメージの力を加え肌の質感を再現する。このドッキリテクスチャー、昔大流行したいたずらシール入りの名前の由来なんだ。君には全部見えてたんだろう。あの時あんたは13枚のトランプを巻いて気をそらし、バンジーガムで貼り付けた。その時それぞれから伸びているオーラは、さらには13枚のトランプも床に貼り付けられて、そこから伸びたオーラの先端は
あんたの左手に握る。記念にあげる。左手に握られたオーラを同時に放ち、トランプから伸びている13本のオーラとカストロをつなぎ合わせた。ああ、同じく念の基本技の一つ。連を習得した者ならば、異常と思える手品でカストロの注意をそらし、さらに自分が本気を出していないことをアピールし、悪魔の周到さで準備がうまっていることを確認したあんたは、左拳の先端から伸びたオーラをカストロの顎に貼り付けた。床に落ちたスカーフは、すでにドッキリテクスチャーで肌の質感が再現されている。カストロに左腕を攻撃された瞬間、天井の右腕と床のスカーフのバンジーガムが発動、右腕が復活したかのように見せる。それが手品の範疇を超えて念によるものだということを。あんたはその微妙なカストロの心理変化を見逃さなく、どこからどんな攻撃が来るかも大方想像がつく。君は才能にあふれた使い手になる。そう思ったからこそ生かしておいたの。